インスタント・ジョンソン杉のしゃべりすぎちゃーんイェーイーさあ、始まりました。あ今回が初いや、初じゃないな。 もう全然その形では、えー、やってないのが書きすぎちゃんなのでもうずっと最近今年からかなしゃべりすぎちゃんでずっとしゃべってますんで、えー、書きすぎちゃんの方はタイトル書か,かなすぎちゃんの方に書いていただいて <laughs>、えー、こっち側はしゃべりすぎちゃんという <laughs> ラジオでございますねはいさあということでございましてしゃべりすぎちゃんという形で、えー、新たにスタートしてるわけでございますけども、えー、早速ですね今日はあ一人でしゃべるわけもなくいつものですね えー、レギュラーゲストもうレギュラーゲストってゲストじゃねえだろうっていう話なんだけど本日は、えーえー、北大西洋、えー、スポーツライターアソシエイトおー CEO 候補 <laughs> CEO, <か> CEO 候補の小泉さんですよろしくお願いよろしくお願いします <laughs> もう肩書きが分からなくなってきた。候補か。うん。まあ、いいんじゃないですか、候補で。ただ、名前が上がってるだけです。名前が上がってるだけです。CEO で今日はですね、朝一ニュースで、ゼルビアの CEO にサイバーエージェントの藤田さんってニュースが飛び込んできて、いよいよ、いよいよゼルビアが、あの、本気で藤田さん本気だなみたいな感じに。まあ スポンサーになった時点でこの流れは考えてたんだろうけどまあまあまあ、はい、とうとう,う,う、ねまあ、今日本はあの為替介入なんてやってますけども円安ドル高で為替介入になってますけど、はい、とうとう町田ゼリビアも藤田介入が、まあ、一応前段があってねちゃんとあの段、はい、いきなり買ってねあの介入しちゃうと <laughs> 角が立ちすぎるから。 なるほどあ。18年にスポンサーになってるんで、18、19、20、21、えー、で22でしょわ、まあ、いいんじゃないですかだいぶこう。あのな、なゼルビア名前のね、変更の話とか一時期あったけど。ああ、ありましたね、うん <laughs> それ。それも加速するのかわからないけど、あの、あわあ、大変ですね。いろいろね。この時期まさか、あれですかね、都心部にホームスタジアムができるとか、うんね、できないとかなってくるんですかね まず、でも名前,ど名前の変更があって、それでホームタウンとかのも、うん、あれもなんかその辺も整理してって話だと思うんですけどね。ねえとうとう、円安止めるために財務省が入ってきましたけど、松、はい、田ゼルビアの財務省の藤田さんが <laughs> <laughs> 財務の <laughs> 超財務の。超財務のね。<laughs> <い>これ本気です。はい、あ<ー>本気の。あ アベマテレビとか絶好調すから今ね。そうですね。まあ、だからもう、ワールドカップもアベマじゃ、ね。はい。ああ、そうですよね。そうですよね。そうそうそう。いや、いや、もう。いや,いや、い,やいいですよ。とにかくでもエンターテインメント、<laughs> ね、エンターテインメントにこう力を注いでくださる。いや、りがたい,かですよ、ね、いや、本当に J2 がすごいレベルアップ。 まあでいね、し,てしてきてたけど、この5年ぐらいは。んなんだかもういよいよ本当に、あれですねなん。もう上半分はもう本当、お金みんな持ってんな、みたいな。えー、J3、はい、<laughs> から上がってくるチームだって、お金持ってんな、みたいな、ね、感じですから、ねそうですよ。だからそんな中で熊本がちょっと浮いてんですよ。<laughs> <laughs> そうそう <laughs> お金ないのよう頑張ってんな、あそこまで、みたいな。<laughs> そう。 ちょうチーム作りがね、大木さんの3年目で、まあ、あれですよ、うまくいった、あれですね、選手を引き抜かれないようなマネジメント、プロテクトも含めて、あの、うまくいって3年目、選手を残しつつ、プレイオフの出場を受けたみたいな感じだから、はい。いや、これ、このままね、プレイオフ突破しちゃって、J1 いっちゃったら、本当に、かつてないんじゃないですかね、そんな、ねな割り上がりは。ね まあ夢ある話ですよ、むしろ逆に言えば。夢夢はあるし。ねえ、まあ、さあ、じゃあ、ということで、もうそうか、うん、シーズンが終わっちゃったわけなんですよ。j ツのシーズンが終わったからこそ、この話になってくるんですけども、ねはい、えっと、栃木市は2022シーズンはまあ勝ち点49と、うん、まあ前年度を勝ち点4分、上回ったんですかはい。 という形でございますが、さあ、えー、と何でしょう、どんな1年だったかなっていうのも、もちろんやっぱ振り返るんですけども、もどんなゴールが印象残ったなとか、どんな試合が印象残ったなっていうのを、ちょっとここで振り返りましょうか、少し自分たちで、少しピックアップして。じゃあまずえー、と 鈴靖さん、栃木は,はい。栃木市の2022シーズン、うんまあ、まあ一言では言い表せないですけど、はい、こんなシーズンだったなって短く言うと、どんなシーズンでしたか短く言っちゃうと、はいコロナで始まり、コロナで終わったみたいな。あまあね、その大枠はね、<laughs> ありますよね、確かに。大枠大前提、キャンプが中止。 で、もうみんなね、止まっチーム活動ストップしちゃって、はい、10日ぐらいでストップしちゃって、はい。そこからい急ぎ足で準備した開幕戦。はい。だから僕は、あの、今シーズン、どの試合がベストゲームかって、いろいろ、ちょっとね、杉さんにもうう、はい。話して、どの試合かなーって、いろいろこう探してって、はい、まあいい、いい試合、この間、なんかこの間の町田戦とか、いろいろ、うんうんうん。 秋田の3-0とかいろいろあったんですけど、うん、なんかそういう意味では、あの混乱の中で迎えた開幕戦、あ<ー>秋田戦1-0で勝利なんですけど、やべえ、かぶっちゃうかもしんない。<laughs> <laughs> <laughs> いや、いいです、どうぞ続けてください。 そうだなと思って、まあ、チーム活動ストップして2週間も準備期間がない中で、コンディションもみんな、うん、誰がコンディションがちゃんと整っているのかも分からず、誰が出るのか分からず迎えた開幕戦で、うん、で、1-0、十勝の,、まあのシュートが、ね、西野優樹キャプテンに当たってあのヒップ、ヒップシュートですよね。 で結局その五十八分の。これはまあ記録上も西谷勇気でゴール、うん、ゴールの記録はね。そうなってますけど。栃木栃木市愛で溢れて栃木市のために走ってる勇輝君の。うんはい、あのそうそう最初からスタートするっていうのは非常に気持ち良かったですけどね。やっぱね。彼が二千二十二シーズンの一発目の点。取った人っていうのは、もう本当になかこう。胸熱の部分もありましたよね。はっきり言って。 ボ、まあ、ランチの選手として、相手のボックスの中にこうチャンスの時に入っていくみたいなのずっと、今シーズンずっと意識してやろうと思ってたらしいんです、うん、それ一発目でその、相手のボックスの中に入ってたら、十勝の,のシュートが自分のスヒップ、お尻に当たるみたいな、それいコースが変わって入,、えー、入るというね。あの あそこでヒップに当たってめちゃくちゃ取りづらいところに行かせるっていうのね、<laughs> ヒップアタックね。ヒップアタック。ヒ、まあ、意,意図してたらすごいですけど、意図はしてないんだろうけど。お <laughs> <laughs> い、いや、まあ、引き込んだんですよ、<laughs> そういうのも含めてね。そう,そうそう、そこに意外とコース変わってないんでね。はい、<laughs> 入ってなかったからです。まあでもね、あのこのゲームの、うん、1つ、改めて見るとね、どっちがシュート7本で、秋田は2本しか打ってないんですよ。うん,うん。で、 このゲームはあの、秋田って結構ロングボール対応してくるチームじゃないですか。うんはい、その対策も含めて、そのその奪っ蹴ってくるロングボールをこうそのまま跳ね返しちゃったら、去年のまま、去年と同じだったんですけど、とはいはい、そこがちゃんとグティエレス選手中心に、あのうん、跳ね返せずさずに、ちゃんとこう胸でトラップするとか、足でトラップするとかして、ちゃんとこうボランチとか、あのサイドに。 展開していくみたいなことをやったゲームなんて、そのいわゆる時先栃木の初心表明みたいなゲームになったんですよ、内容的には。うんうん、でそれでちゃんとそのコロナの混乱の中、キャプテンが点を取って1-0で勝ったっていうゲーム、今振り返ってみると、うん、なんか結構ベストゲームだなっていうふうな感じないやー、先取られた。先取られたはもう <laughs> そうなんですよ。<laughs> <laughs> いや,いいやちょっとそれに補足して、またじゃあ、僕のベストゲーム、また別のやつ選びますけど、はいはい、あの今、鈴谷さんの話にちょっと僕も乗っからさせてもらうと、はい、やっぱりほら、J2 というリーグで初めてね、監督で仕事るし、はいはいで、コロナでそんで止まっちゃって、なんかもう、はっきり言ってスタートよくないじゃないですか、監督にとってもバターみたみ、うんね、はい。 でもなんかそのなんだろうないやなんかほらお気持ちわかるじゃないですか監督がやったことないけど、はい、もうこのスタートは嫌だろうなっていういやー本当ねほんとそうっすねだ,だけどなんかこうか僕らが想像している以上にチームがまとまってたしむしろそ,のそういう逆,を逆境があ,るあったからこそ栃木シーノが真骨頂を発揮して俺たちはまとまるのがめちゃくちゃ 得意だぜみたいな。はい、だから見てる時にあの1点取ればこの試合勝ちだわっていう、うんうん、バンバン出てたじゃないですかあれ。だからまあそういう意味ではなんだろうさっきの,あの鈴谷さんの言葉を借りるならばコロナに始まってコロナに終わるっていう、はい、2022シーズンのベストゲームはやっぱりこの流れでいくと。 甲府戦ね、うん、交付ね,ああ交付ねああそうそう最後ねあれも一番大事な時にコロナがまた邪魔してきて、はい、そうっすよね本当そう<ー>4人四人ですからねあの時ね。それでちょっとこうもうスクランブルすぎるじゃないですか、はい、はいはいはいなんだったら開幕よりもスク,スクランブルすぎちゃって、うん、こうどうすんだろう要はもう うちら栃木市に対しての愛がある人たちはもうみんなこうそわそわするじゃないですかどうだった、うん、みたいな。うんうん、でもその中でねあの勝ち方はちょっとこう胸熱すぎて、うん、なんか魂をすごい感じたしね全員戦力っていうのがもうもろに、うん、あそこに集約されたから。うん なんかかんすごい感動しちゃって、あれ。と同時に感動しちゃって、<laughs> はい、それでまあ、あのー、もちろん僕は打ンで家族で見てたんですけど、はい、いや、鳥肌立ちましたよね、本当ね,ね、もう、だって。 な何だこれやべえぞってなってたじゃないですか正直言 <laughs> や,、ね、やべえぞってなってましたよね確かに。えっと、あねなんか周りからはこうほら、まあ、結果論で言われるじゃないですか今年の栃木は点を取れないみたいな。でも決めたじゃないですかもう大事な大事な時に1個パコッと決めたから、はい、なんかこっちもねちそのまあ まあ結果論かもしれないけどあの総得点は取れたら取れたで嬉しいけど、うん、大事な時に1点決めれるチームも大事だぜっていう <laughs> そうそうそう1・0で勝つってだ非常にゼロで抑えないとね1点じゃ勝てないからあの非常に大事なんですよで、まあ、さらに、まあ、来年さらに気合い入れて得点 取らねえやつ出さねえぞぐらいな空気出した感じでしょしフォワードの,あの争いっていうのはもっと激しくしないといけないし、ね、あとはまあシャドウの選手も、うんあのー、得点力をもっと上げないといけないしあるいは今年3・4・2・1のシステムでやったけど、まあ、フォーバックにする可能性も 人に、人のレ、選手のレベルが上がれば、フォーバックもできるみたいなニュアンスのことを、えー、監督は、まあ、この間、ちらっと言ってましたけど、あなるほど、面白いですね、それも。その幅を広げるために、今年はちょっといろいろ、うん、まあ、コロナも含めて、いろいろ、あと、なかなか、ね、そのか、勝てる試合を落としちゃったりとかして、勝ち点が減っちゃうと、減っちゃうっていうか、うんうん、思うより上積みできないと、結果を、 結果,結,果結果を取らなきゃいけないというゲームが出てきちゃうと、そうするとなかなかあの変化しづらいというか、あのやってきたことを愚直に徹底するみたいな方向にちょっと重きが置かれちゃったから、あのシステム自体もほぼ3 4, 2,、えー、4、2、1を貫いたみたいなあのシーズンになっちゃったんですけど、本来,本来はもう4バックも併用しながらっていうのは、まあ、それはシーズン開幕前のに言ってたことだし。 まあ、2, 2年目迎える来,来年はその辺ももうちょっと幅広げて、そうすると得点力のところももう少しあの、うん、上積みできたりとかっていう話になるのかなと思うし、あとあれですねその、例えば試合終了間際のうん失点、まあ、僕もこの間ね、ちょっとレビューとかに向かって、85分以降の失点で落とし勝ち点を落としたゲームが7試合あるんですけど。 うんうん、逆に言うと、なんつうだろうな、その、じゃあ、絶対守りきるっていうゲームをするっていうよりか、どっちかって言ったら、その勝ち点3を取りに行って、あのその反動で逆にやられるみたいなゲームもあったじゃないですか、はい、なんじゃないか。あはいはいはい。それは勝ち点3を取りに行って、うん、そこで点を取りきれてないから逆にやられるみたいな、はいはいな。ではあるから、その守備,守備の守りきれなさと同時に、その、 あの点を取りきれてないっていうところも課題としてあるからあの合,わ合わせてね。うん、だからそこをどっちもやっぱ伸ばすっていうところをする必要があるんかなって思,思うんですけどね。得点力があって点が取れちゃってれば、うん、あの最後失点してもそのままあの勝ちきれちゃうのか2-0にして2-1だったら、まあ、2される失点だったら、うんまあ、勝ちきれるわけじゃないですか。 1-0じゃなくて2点目取って2-0でさえ盤を迎えたら、ね1、1失点、自己的に1失点してもまあ勝てるとか、まあ、なんかその辺のチーム全体のレベルアップっていうのは、うん、まあ必要なんだろうなって感じですけどね。まあ、でも、まあこうなんだろうな、不安はないですね、あんまり。なんかこう、来年どうなるんだろうみたいな不安はないですよね、やっぱり不思議と。 なんていう言葉なんだろう、こういうの不安がないって言葉なのかな、なんかこう、う,ん、うん、ワクワクしてるんですかね、もう <laughs> もロ、ロスなんですよ、栃木市ロスなんですよ、試合で。ああもうちょっと見たかったもっと見たい、もうこ、こっち、ただのわがままですけど、毎日見たい。本当、年間365試合見たいですけど、<laughs> 無理じゃない 無理だけど、うん、それがやっぱり楽しみだったな、えー、楽しみなんですよね、やっぱりこう、えー、いう栃木市の試合で、えー、やったとか、だめだとか、悔しいとか、自分の感情が動くってことが、すごく、えー、あの幸せだったから、そう簡単にワールドカップじゃ動かねえぞっていう自信は今年は長いんですよね、オフ期間がね、1か月ぐらい長いから。 1か月早く終わっちゃったから、ここの穴埋めがね、大変ですよね <laughs> 前だってちょっとやってくれないですかね、来年、12月30日ぐらいからもうやんないですかね、来シーズンの。<laughs> <laughs> 来シーズン、そうだなあの、あれですよ、でも監督にたのはたのは、あのえーとーまあ、続投のリリースも早かったじゃないですか。 早かったです、ね、そうでは3試合残、3試合残して残留して続投のリリースも早かったし、一応継続っていうことを言監督が言ってるし、できるだけ継続させ,、うん、させるためには選手をできるだけ残すっていう話なんだと思うんですけど、うん、あのそういう意味で早めにこう来季に向けたチーム作り、ね、他監督が決まってないところもあるし、そういう意味では。うん 早めに動けるっていう意味ではそのメリットを生かしていきたいっていう話をしてて、うん、でそうするとあの来期の指導も指導自体も、あのー、まあまあそれ施設の関係とかもあるとは言ってたんですけど、まあ、かあのもしかしたら年内指導とかもあるとか、うん、あのクリスマスぐらいの時に指導しちゃうってっていうのはまあ可能性はゼロじゃないみたいなことなまあだから早く指導したいんですよ、うん、去年今年のそのし キャンプがこうダメになっちゃったのもうん、うん、あのまあ本,本来そこをうまくいいか生き活かせたかった一年目はできなかったが二年目そこをしっかりやりたいというところなるほどうん早く準備して早くこう戦術的なところももうちょっとつ細部ですねもう上積み、うん、上積みをするような感じで開幕を迎えてスタートダッシュ切りたいっていう話なんでねはい修正が早いそこを じゃないですか、うん、でもまあまず選手をどうやってねマネジメントマネジメントとかのどうやって残せるかって話だけどねまあその辺はちょっともうあのー、報道を待つしかないですよね誰々が <laughs> 誰々が出てった誰々が残ったもうこっちもドキドキしながら待つしかないっていうかあとはまあもうキャンプやるときはまあ僕よくわかんないですけど、うん、なんか。 そのほら地域によってガイダンス違うじゃないですか。うんうん、だから変な話、まだほら第8波もちょっとちらちら噂になってて、12月とか1月とかに葉っ波が来るって、まあ多分インフルエンザとか寒さとかいろんなもんが相まってそうなっていくでしょうけど、はい、そのなんだろう、まあ自治体の,その取り決めだから何にも言えないですけど、うん、できればこう緩い方の方がいいですよね。こうコロナに対してちゃんと 対処はしてるけど、うん、そんなに隔離しなくていいじゃないかみたいなところの地域とかでやってもらえたらこう、うん、一応は動けるぜみたいなとかあるじゃないですかなんかずっとそこにいてくれとか10日間出ないでとか。え、ねはい,はい、はい、その,げげそのまあ厳格に、うん、基準によって取り扱うとかそうじゃないとかっていうのは多分そればらつきは結構あると思うんですよね。 まあだから正しい設定だと思うんですよ、どの自治体もちゃんと考えてやってらっしゃるから、正しい設定だと思うけど、うん、なんかもう、もう仮に何か起きたときに、時々監督に負担がかからない、うん、選手の負担がかからない、チームが負担に,にならないような状態でね、また開幕戦見たいですもんね。本当ね、そこだけは本当にうまいこと言ってほしいですけどね。 うですよもう,もうコロナをぶっ潰すってことですよね。<laughs> そう。あのー、時崎さんあれかな後役だったのかな ?79 年2020、後役の後か。おうとそういうチャンネルにしようとしてますね。<laughs> 今年は。またあの それを抜けあの最終的になんかあのここ3か月の間に地震が来るとか適当なこと占いですもん占い師なんて急に占い師をディスるっていうまあまあでもそうかあと役だからじゃあもうそういうので考えるならばもう終わったんですね躍動出版 あそうですねっきり、来年はすっきり開ける年になるんじゃないですか、らもうでももう,こ <laughs> もうこ、コロナに関しては、本当にね、んなキャンプ中止になったなんて、なかなか何チームかあったか、ほかに、あとは開幕前ね、ね中止になっちゃうとか、いろいろ。 いろいろあったな、コロナでもちょっと取り扱いに関しては、J リーグとしてやっぱ、あのこれど例えば全選手一応検査して、それで陽性が出たらダメとかってなってるんですけど、それもなかなかちょっとね、それどうするかっていうのは来年ちょっとありますよね。全員,全員やって、果たしてその陽性も偽陽性もあるし、症状ないけど陽性とかあるじゃないですか。えー、だからこの辺難しいですよね難。難しいですよね。 うんまあ、各自治体も設定難しいでしょうし J リーグも難しいでしょうし、うん、なんか単なる風だよっていう人もいるけど、まあ、風じゃない、うん、風ではないですから、ね、もうコロナっていうことだからだからすごい軽はずみなことはできないで、うん、まあちょっとその辺はプロたちにお任せするんですがとにかく来年は万全な状態で栃木市の開幕戦を こう見たいいいなっっていう願望はありますよねやっぱね、うん、いややぱ理,理想はそうですよ。よ今年これだけ苦労しながら積み上げるものがあって、で守備も失点数は少なくて、うん、あとは得点のところは、まあ、リーグで、ね、一番少なかったチームだから、そこはこう伸ばさなきゃいけない明確な課題があるけど、うん、その明確課題はもう何やらなきゃいけないか分かんないって状況ではないじゃないですか。 明らかにやらなきゃいけないとか、まあ、得点を伸ばすとかそういうところの話なんでそれをじゃあどうやって伸ばすかっていうのは、うん、まあ補強も含めての話かもしれないけどあの、うん、でも時崎さんが続投する来年2年目であのじゃあそこを上積みしたらどうなるかっていうところはね期待はしちゃいますけどね。こういういのってあの僕はほら 芸人で栃木氏大好きで、剛、うん、さんはもうプロのライターで、うんえー、栃木げに対してのこう取材もするけども、戦術理解も多少こうあるじゃないですか。うんうん、で、ほら、よく北関東のライターさんたちとやるじゃないですか、うん、あの、ズームで話したりとか、そういう時って、はい、もっと専門的な話しないですよ、一切。どんな話するんですか もうくだらないですね。なんかね。あの、<laughs> 誰が欲しいとか。<laughs> そんなことですよ。なるほどそ。そういうもんだっすね。<laughs> そんなもんで、そんなそん,なもんでしじゃまあ、多少はしますけど、多少ですね。映像だって、本当にあれやるんだったら、映像を使ってどう、ね、あのここがこうでとかっていう話をしない、し,しない限り、なんか、 お互いこうざっくりしたことしか言えないじゃないですか、そういう時。ね、まあ、あの北関東ダービーの記者たちが集まって話してるときとか、まあ、まあ、今後もあるでしょうし、はいはあ、まあ、水戸の番記者が一番気持ちいいんでしょうね、今ね、きっとね。<笑><笑>こっちからしたら最悪ですけど、本当ね。でもね、あれですよあの、栃木戦で最後2ゴールとかあの決めた、と富山将司選手。うん 二十、うん、歳ガンバからレンタルで入った選手がはい、はいまあ,あ<ー>昨日の群馬戦でも最後決めていい左足でしたねでもね <laughs> <laughs> あの北関東ダービー杯はもう彼が持ってくってことでいいんじゃない水戸が持ってくんじゃなくて彼が持ってくっていう話ですから勝 <laughs> <laughs> 者, <laughs> 者遠山 <laughs> そう,者そうあの遠山選手の遠山選手による遠山選手のための 北ダービーだったっていう、まあ、2022シーズンそうですよねで。残りの北関東ダービー残り2試合でハットトリックですからね、彼 <laughs> は。本当になんかまさかなって感じだったけどな、まあ<あ>若い、若い選手ってなんかそうやってこう急激に、そそそそうううう。あるんですよね、急激に伸びる瞬間で、また停滞して、また伸びてみたいな感じを繰り返していくのは。 その振り幅の大きさはやっぱ若い選手の方が大きいですよ。うん、まあベテランの選手は安定感っていう経験とかっていうその逆の良さはあるけど、若い選手はそういう急激にドッてッう伸びるっていうのがおやっぱ面白いんですよね。うねまあそうだってそ,そうでしょう。僕も、あのゆきさんも,もううち,うちの子もサッカーやってたりとかするんですけど。うん、うんまあ 急激に伸びる瞬間ありますからね、見てて。いや、ありますよね。そんな、そんなことできたっけみたいな。うんだそれは、おも、はい、面白い、面白いのも指導者の人だから、そういうのを見,見てるのが、まあ、育成の指導者とかは、ね、時崎さんもそうだけど、うんうん、そういうのが、あの面白くて、そこにこうかけたいというか、そのためには、試合に出ないと、そういうことが、 得らられないかやっぱ練習じゃ伸びないって言われるのはそうだし、やっぱ試合に出てなんぼ、そのね、あの、こと J1 から来てる、まあ、八代選手も鈴木海人選手もそうだけど、やっぱ試合に出てるから彼らこう伸びるわけじゃないですか。だから若い選手にはやっぱそのなんか肥料,肥料として試合に出す、出るとこに、試合出られるとこにいるってことはすごい大事だから、あのあのそういう,いう,う説得の仕方はあるんじゃないですか。試合出るっていう こと大事ですけど、今すごいその二選手は気になってると思いますよ。みみんなが。いや、みんな、が僕も気になってますよ。なんどうなってんだ。もう試合に出るところがチームでねが大丈夫かなって。<laughs> <laughs> いやだから試合、でも考え方としては一般論としてあので、出られないところじゃなくて確実に出られるところを選ぶとか。あのそうですよ。俺らは周りは全員そうやって説得するんですよ、絶対。<laughs> それで、<laughs> あれじゃないですか。ぼまあ、40歳、50歳だったらわかるけど、何彼ら何歳 ?21 歳とかじゃないですか。す21歳から22歳になるとか、22歳から23歳になる1年なんて、 大したことないじゃないですやそう、そうなんですよ。どんな選択肢取ったって別にあの取り戻せるよみたいな。あのいや、まあ、そうそうそうなんですよ。で、結論、結論で僕も思って,思ってます、それ思ってるんですよ。50歳になったときにとか、こうなればわかるよって言うんですけど、結論は50歳にならないとわからないんですよ。<laughs> その時はそうなんだよな。まあ、僕も自分も振り返ればそれはそうだし、その時の決断は非常に大事。無が夢中だし、やっぱ上に行きたいっていう気持ちがあるから、はいうん、で、そのなんだろう、人とのつながりなんとか言うけど、はい、新しい場所に行けばまた新しいつながりもあるし、そこにいたらいたでまた強固なつながりができるし、どっちにしろパフォーマンスが良ければ、 い、うん、いいものじゃないんですよねねやっぱりそ、ね、そうですそうどっちが絶対いいってことは絶対そう,そう絶対なんてことはないないんだけど全力で,でも全力で経験論で解き伏せて残ってもらいましょうでもねほん一般フラットに栃木だけじゃなくて J2 <laughs> 全体を見るとか J1 とか見,見てるとやっぱ J1 で活躍する元 J2 の選手とかで攻撃 の選手とかで言えば、やっぱ二桁ゴールを取るとか、アシストもそれに近い8とか得点8アシスト810とか、なんかその辺を取ってる選手が J1 にでも通あのちゃんと通用するとか、なるほど。あるような。<え>はい。J2 の企画じゃ物足りないっていう人が抜かれるわけですね。J2 <う>、うん、のまあトップクラスって言われるのはその。 数字に出ると思うんですよそこはあ<ー>だからそこはねやっぱ例えば八千谷選手にしても得点数アシスト数は今年チームトップだったと思うんですけど、うん、5点か6点か、うん、まあでも得点数のところをもっと伸ばすっていうことはやり残してんじゃないかな僕は思う思うな最後の一言があの鈴靖さんの 本音っ彼からしたら、まあ、ボランチでね、利用されることが多かったから、そうすると、あのまた得点数っていうのは、そこね、ボランチで、じゃ年間何点取れるんだって、3点、4点と取れたら、まあ、9大だったりとかするポジションだったりとかするから、まあ、それはある,に、うん、あるにせよっていう感じですけどね。まあね、あとほら、海斗君も、もうジュビロさんが大変なことになってるじゃないですか、はい、今そ。そうですね。 それは影響はまあありますね、普通にね。普通考えたらやっぱり補強もできないんだから戻しますよねっていう。補強できないから、うん、まあ人もまあとりあえず戻しますよね。普通に考えたら戻すんじゃないですかね。な、うん、んでわからんす。昨日の金沢戦の試合後、ゴールラに、うん、挨拶行ってたりとかしましたけどね。一人で あれ単独だったかなもうじゃあ、ま、それ、お別れの挨拶わかんない、そうかです。来年もよろしくお願いします、ああの、野崎さんが確かツイッターで上げてたな、その写真を。野崎、なんで野崎さんが野崎さん、現場スタッフとして行くじゃないですか。え、ずっと何台もにいるんじゃないですか、まあ、ずっと何台もにいますけど、あの。いる ど時々仕事してるみたいで、うん、なんか、どんなのあげさな、みんなと一緒じゃなかった気がするけど、まあ、それがどういうあれか分かんないけど、まあ、あ<の>まあ仕方ない。もう、そうなると、もう、出てくる人も入ってくる人もいる、うん、入ってくる人に、こう、期待して楽しみながら、もうやるしかないっていうのはもなれましたよね、うん、僕らはね。<laughs> まあ、この時期はもうしょ、あれですよね、そういうのは。必須だからね、そこは、ね。誰が来たらいいですかね そういうい話さっきの北関東の,あの、うん、バンキシャたちが話してる誰が来たらいいなとかあの選手がいいななんつってはい、はい、だどういう選手があるんですかねこう現実的に誰があでもね今年1個だけ得,じゃ得点が少ないから得点上げなきゃいけないってなった時に1個だけ言えるのは今パッて言えるのはその要はドリブルで突っかけて仕掛けて PK 取るシーンって1回もなかったんですよあそうだ確かに あの20年シーズンあの秋元選手がやってたり、ゴリゴリと相手,相手のペナルティーエリア、ボックスの中でその仕掛けて相,相手の間抜くなんてプレー、相手は嫌じゃないですか、PK。嫌だ、うんファ。ファールできないわけだから。でもそういうやっぱ仕掛けがなかったって感じですよね。あのなるほど。監督、五十嵐選手とかがそれに近いものはあると思うんですけど、ずっと怪我しちゃってたんで、ね、今年。 そうですね。うん、だそういうタイプが必要だし、そこは求めて狙ってくんじゃないですかね。そうなると。ししたたああ、そっか。じゃあ、ロボどうですかロボ。<laughs> ロボは違うな、タイプとして。ロボは違うか、タイプ違う。<laughs> <laughs> 確かに、した選手はそういうタイプだし、 そうっすね。なんか、まあでもそっか、こんだけ J1、J2、J3 でいったら、どの選手だって言いづらいっすね。わかんないですね。確かにね。いい選手いるで,で。おう、いるし、あんま試合絡めなくてくすぶってた選手みたいなのが、まあいますよ、きっと。そっかそっか、なるほどね。そう,そうか、そのコマが1個入るとまたバランス変わってきますね。今の選手、プラスアルファでね。うん 考えるとね、うん、そう,そう別に90分プレーするタイプじゃなくても、なんか大今の日本代表でいう三笘選手みたいな気を乗せる方、ジョ,ジョーカー的にそのゲームはチームとして全体で1-0でゲームす進めて、その後半の途中から入ってきて、彼が2点目取って仕上げるみたいな。ななるほどなるほほどどそういう嫌じゃないですか、あの時間帯にああいう,こうドリブルで切り込むような。あね ディフェンス側もちょっと消耗してる時間帯だし、<ー>フレッシュ,フレッシュなドリブル入ってきても、まあ、嫌,嫌ですよね。だそういう,こう幅も広がるし、まあ、そういうタイプは今年はちょっといなかったですよね。だから、三笘選手ももし海外でね、うん、出場機会が激減したら、ちょっとオファーしましょう。もう。<laughs> い,くらいくらするんですかいくら。<laughs> それはもう相手,相手チームが持ちですよ、そんなのは。<laughs> <laughs> ど,んどんだけですか <laughs> 強気の土地うし、それはあ,っちそのあなたたちが持つべきだろうみたいな <laughs>。何のゆかりもないのに。何のゆかりもないですけどね。まあでもとりあえずは、あれですね、まあ楽しみに待ちますしかないですね、この遺跡期間はね。まあいやもうそ,うそうするしかない <laughs>。<laughs> 僕,も僕も基本的には、なんかその情報とかをあの全然今、あの そんな探ってないですけど、まあ、それをあの栃木フトボールマガジンの方に記事,記事化できたらいいなとは思ってますけど、なかなかあの、ね、み皆さん口が硬いんで、ね、<laughs> 正面突破はなかなかしづらいなみたいな感じですけど。いや、口が硬いが正解ですからね。<laughs> <laughs> いやいや、口が硬いのはそんな百も正直なんであの、正面からいくのか、角度を変えて違うところからいくのか、あの口が硬い。うん があの,やわあのや軽くななるようだから、もうあ鈴安さんの財産の半分以上使って、<laughs> 撤退して、口 <laughs> 終わらせるしかないんです。<laughs> いやいや、まあね、そこはちょっと、なんとかしないとあれですね。まあ、じゃあとりあえず、やっぱり、まあ、全てのゲームがよかったですけど、まあ、うんえー、鈴安さんは、えー、開幕戦で。うん 僕はやっぱり残留を確定、ほぼ確定させたアウェイ甲府戦っていう感じになりますかね。終わりと始まりと終わりみたいな。そうですね。も,もうコロナ、コロナに始まってコロナに終わるの部分ですよね。きっとね。ここねそ,うそうそうそう。かなとあ。あとあれですか。ベストゴールみたいなのちょっと言っておきます。いくらか。もうベストゴールだから、やっぱり根本選手の。お ベストって言うんだったら根本選手のやっぱ甲府戦の,、はい、のルートでした。あ,<ー>あれは、そ、ね、んな簡単にやってるように見えてますけど、はい、そちょっと難しいだろうなっていろいろ難しいですね。あれむず、うん、なんかバウンドが、バウンドが分かったって言ってたから、ジニーの選手からもらった時のバウンドが、なんかちょっとバックスピンがかかってたから、なんか。あ そのちょっと上に浮くって分かってて、それでキーパーも出てきたの見えてみたいなこと言ってますね確かに。うわー、そういうこと、じゃあ、あれだ、あの集中しながらも随分冷静だったんですね、じゃあ、ね、そうそういる。あの動きの中で、しかもあれ、高萩選手がジュニーニョ選手に出る瞬間、高萩選手からもらおうとして動き出して、もう一回ジュニーニョ選手から出るときにもう一回動いてって、もう今3人目の動きだったんですけど、うん、まあ練習通りだったらしくて。ああ、なるほど。 だからすごいあの動きのパターンの中ですごく冷静にできたしかもそのそれが決勝ゴールになってチームの残留を決めるゴールになった、うん、まあ確かにね確かに確かにそれ言われちゃうと俺なんか言いづらいやいやいや全然全然いやめちゃくちゃあるんですよ <laughs> 例えばほらあのホーム千葉戦 うちら、ホーム、千葉戦時の八千田選手のスーパーゴールとか。ああ、ちょっと、それもループ気味なやつですよね。そうそうそう。そういうし質みたいのとかで見れば、結構、はい。あとは、ね、もちろん、矢野さんのーー。矢野さんのオーバーエットね。とか、あの。ね、グッティの千葉戦のロスタイムのヘディングも,も。ああ、ファーでね、押し込んだやつとかね。あと、矢野さんの、あの、アウェー、徳島戦のボレー。ああ、そうですね。あれ、インサイドでバケーンって当ててね、ワンチャンスも。 ミト線アウェイミトセのヘディングもそうだしとかいっぱいあるんですけど、そう、アウェイ仙台戦の矢野さんのヘディングとか、うん、あるんですよ。ねえ、だから。<や><っ>矢野さんにしたいとかなんですけど。いや、いいですよ、いいですよ。そんな別に、<う>あの、どのゴールでもいいじゃないですか。の矢野さんだからいっぱいあり,あ,りありすぎちゃって、なんかそのちょ、なんつうんだろうあの、そうすると逆の方に行きたいという、なんか心理が働くという、<laughs> いうなんか、<laughs> あの大谷選手が MVP 取れないみたいなそういう,そういう心理らしいんですけどね。そうなんだ,だ去年がよ。去年があまりに、あのあ<ー>去年 MVP 取ってるから、今年は取り,ず<ろ>取りづらいというかう、他の人に入れたくなる心理が働くみたいな、まあ、そういうのがらしいです。いや、嫌、まあ、な心理ですわ。<laughs> <laughs> そう,そう顔じゃねえ、嫌な<で>。そ,うそれでいうと、僕はあれが良かった。最近っていうか、この間、ミのあの黒崎選手のゴール。 ああすげえいいシュートだったなあれあれあれを彼が年間3点ぐらいああいう形で取ったらやばくないですかやばいっすよ <laughs> あれ練習してた通りだったらしいんですけど<え>練習してそ,んなそうですよなんかねあの高萩選手がうん言ってた練習の時に、うんあのー、もともと広島で右のやっぱ ウイング,ウィングワイドの選手で、ミキッチって、外国人選手がいたんですよ覚えてますよ、ミキ,ッチうん、ミキッチ。で、黒崎選手と同じように、縦にもつける、すごいあのタフな選手なんだけど、その選手が縦、縦とつけながらも、時々中に入ってって、それで左足でシュートみたいなパターンがあって、それで点決めたこともあったし、そのシュートがあのこぼれて、味方が決めたりとか、そういうのもあるよみたいな助言を黒崎選手にしたらしくて。 で、それで、ああ、倉崎選手が、そんな、そういう感じもあるのかで、ちょっと練習したらしいんですよ。水戸戦の前のシュート練習、ちょっと多めにして、うんで縦、縦だけじゃなくて中入ってって、左足で逆サイド狙う。みたいな、うんで、で、その練習の通りさ、あのシーン。あれもうすごいっすよ。あの、角度も、スピードも、そう。スインの仕方も全部パーフェクトだったじゃないですか、ねパ。パーフェクト、パーフェクトゴール。で、なんだったら、あの、ほら、せんえっ、ー、と、 ちょうど真ん中あたり、えっと、ハーフェラインあたりぐらいで、はい、いつもの黒崎選手は外から走っていくじゃないですか、谷内、はい、田選手のこっ,って、はい、あの時ききっと入れ替えて中入って、あのパターンもあんま見たことないなと思って。はい、そう、あのパターンもね、うん結、あの前の練習の時からね、かなんか、やっぱコーチ陣とか監督がね、ワンツーだ、ワンツーだって言ってたんですよ。<laughs> ワンツー、ワンツーっって。で、うん、まさにあれ、ワンツーだったんですけど。まあ 叩いて、もう一回動き出して、ワンツーもらえる位置にこう動き出して、そこでもらうっていうのをしないと、まあ、ボールが前進していかないから、あの下げないで、まあ、ボール前進させるためのこう一つの手段として、ワンツー、ワンツーってこう、コーチ陣は授けてたというか、意識づけしてたのが、そのまま <laughs> あのあのゲあの、あのゲームの,あの得点シーンに出たって感じだったんですけど。 あのだってこう、ね、黒崎選手は普段こう八千田選手を、はあ、預けたら、ね、そのまま外側を走ってばーっていくやつを一回握って、八田選手が後ろにこうヒールじゃないけど、ふいって出して、はい、そこからばーっと走ってたから相手、はいはい、相手側も、えこの、こっから行くんかいみたいなで、ちょっと動揺してたから、ちょっと俺もお、おすげえと思ったら、フィニッシュまであんな綺麗に決まるから。でも外側、ね、走ってたらね、多分な、あの 副審とね、ぶつかってる感じですよね。なるほどコ。コースがね。<laughs> そう。<laughs> だから、あの。まあスーパーの名前出ちゃうと、ほら。ヒ,ヒートアップしたからみたいなや。でも含めて、サッカーですよっていうまとめ方ですよね、もうね。あれね。 でも、ね、<laughs> ワンツーの意識づけよかった、そしたら面白いなと思って、ワンツーの意識づけをしてたから、あの試合でああワンツーするのかなって、僕はそうやって思いながら見てたんですよ。そしたら面白かったのは、あのシーン、黒崎選手のゴールシーンはすごくワンツー見事だったのだけど、前半ね、あのグティエレ選手が自分の,あの最終ラインの真ん中からボランチの選手につけて、 前に動き出して、うん、ワンツーで前に上がろうとしたシーンがあったんですよ <laughs> <laughs> あそこでもやるみたいな自陣ですよ <laughs> まだ <laughs> それでもいいで、ね、それミスってたらもうカウンター受けちゃうぞみたいな感じのシーンだったけど面白いな <laughs> と思ってチャレンジ精神があるならどうもぞやってほしい <laughs> 思うぞもぞやってから面白いの、まあ、乗ってたからねそれで先生って思ってねあのゲームでね

しかしもうなんだよ秋葉さんやめちゃダメだよ来年悔しがる顔見たかったんだからもうね秋葉さんねどうすんだろうなどこどこ行かんだろうなねで,で,できながらできながらまあまあやっぱりそのすごく存在感のある監督だ,だったじゃないですか秋葉さんはああそうですね確かに本当にいろいろいろ,いろこう高材ある高材って言ったら条件悪いけど <laughs> <あの> <laughs> いいところとねあのあのあのああ、あんまり良くなかった試合でちょっとあの怒っちゃうのは、あんまりなんか僕はあんまりいいとは思わないけど。でも俺らそれ、いつもほら最後のインタビューで待っちゃうじゃないですか、どうやって怒るんだい,い <laughs> <laughs> 確かに、エンターテイメントの一つになってたら間違いないですね。はい まあまあそういう意味ではまあまあお疲れ様でしたでございますけどすす、ね、まあ次の指揮官が悔しがるね水戸と群馬が次の指揮官悔しがるような結果に近いっすよね、はい、うん、今度こそ、まあ、いいですねダー,ー,ービーはね栃木もギリギリで取れなかったし群馬もギリギリで取れなかったし。 もう来年もダービーは間違いなく今一番熱いダービーなんじゃないですか。うす今ねこういう思い出すだけで、思い出せ、ちょっと腹立ってきますもん。あいつら喜んでんだろうなとか思ってそう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 。でもね、あのね、悔しさ、あのね、秋田の,秋田の吉田健監とかね、やっぱ悔しさとかそういう。 敗戦の中からしか成長が生まれないみたいなことを言われてるんですけどね、まあ確かに。うんあの監督もいい監督ですからね。<laughs> そう本当、てあの秋田の哲学を今作ってる感じですけどね。あまあまあまあ、そうですね。まあでもそうですね。なんかこうやっていろいろ、なんかいろんな思い出がこう、ぎっしり詰まった2020シーズン。 でしたね今年もね、またいろいろこれから出入りの激しくなる時期ですけど、選手がね、それはもちろんポジティブに発表待ちながらということで、2023シーズンはもう始まってるぞと、時盤さに号令もありましたから、僕らもそろそろトレーニングしなきゃいけませんから。 ね、体力つけたり、メンタルも整えたりしなきゃいけない時期入ってきましたから、あ、ね、あのあれですか赤坂ミニマラソンとか走るんですかいやいや、そ,そんなそんなオファー来ません。いやこんな単純にスポンサーさんを最後に言おうっていう流れに持ってっただけです。だから何大門に行って、こう体を温め、ね、て。 それでもうあれですよ帰りは食材はイオンさんでよってね買って家でゆっくりご飯食べて、うん、寝て体力温存して風邪ひかないようにご覧、うん、にならないようにねしっかりしていく、うん、それで2022シーズンはありがとうございましたっつって2023シーズンまた健康な体で応援したいなという、うん、使命が弱いこれだと <laughs> 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 いやーまあ僕もあのー、ね トレーニングするんだったら、え<っ>アスレターを着て。<laughs> <laughs> やろうかな。今日から来てください、もうそんな。<laughs> 今日からか。アスレれあ <laughs> そうだ、忘れて買わなきゃ。<laughs> まあちょっと画面では見えないですけど、こラジオだから画面では見えないですけど、まあ忘れて着てると。うん、想定で話しますけど、鈴木さん。 さあ、ということでございまして、はい、ちょっと今日長々と、1時間弱喋っちゃったんで、ああ、そうですか。あいま,すはあ、まあ、あれですけど、まあ、えっ、ー、と、これ10月でしょ、だから11月が、えっ、ー、と、ゲストが来るんですもんね。あそうです、今のところ考えて、ちょっと、たゃあ、そのかなじゃあそ、それはもう、鈴谷さんのフットボールマガジンで告知されたりするっていうこともあるから、チェックしてもらって。そうですねはい でまあ、12月は多分まあ今、一生懸命集めてますが、栃木 SC のスタッフメーカー、またちょっと作りたいなと思ああ、そうですね、去年もやっともらって、好評、はい、そうそうですね。ちょっとまあえー、2022シーズンもわずかですけども、はいえー、最後まで、えー、走り抜けていきましょう。いきましょう、まだね、はい、まだ練習するみたいなだね、ト<あ>ップチームあいいですね、なんかね、うん、そういうのを聞くとちょっとほっとしますよね。うんうん はいさあということでございまして、えー、ちょっと今回、長々とお話しさせていただきましたけども、2022シーズンをまあ僕らなりに振り返って楽しんで、うんえー、お,おりますラジオでございますから、まあ申し訳ございませんけ、うんはい、えー、内容はもう、あのー、明日にはみんな忘れてるような内容しかしね雑談、<laughs> 雑談チャンネルですから、いいんですよ、それで。おじさんの雑談ラジオですから、ただのね、雑談のおじさんの雑談、大事なんですから、ほんと、こう、吐き出すっていうのは。<laughs> <laughs> き次に向かう,うこだけ動きがないですよ。<laughs> <laughs> 大事なんです、ね、はいさということでございまして本日もですね、えー、本日というか、まあ、しゃべりすぎちゃうということでございましたけどもえっはもうちょっと忘れちゃった肩書ということで鈴雅さん <laughs> <laughs> ありがとうございました。